定海山先生ね、まあ、何回も紹介してますが、すごい先生なんです、本当に。針一本で、もうとにかく、まあ、体を熱にしてみたり、冷やしてみたりね、は、もう薬、鎮痛剤、解熱剤とか違いますよ。針一本だけで、そういう技が使える世界新級のね、トップの先生なんです。僕たちは甘粛省に行ってお世話になったことがあるからね、まあ、恩返しに、このいろんな人と協力して日本に来てくださいって、まあ、呼んだんです。で、まあ、そういう偉い先生で、とにかく凄さは、まあ、今度ビデオをね、コロナの時代ですので、もし自宅で時間的な余裕があれば、僕たちが撮ったビデオを昔のもう一回見てもらって、あ、針一本でこんな風な技をすれば、こんな風な使い方もあるんだ。まあ、そこの専門的なことは、鍼灸の先生に見ていただきたいと思います。ただ、普通の人でも見たら、へえ、とは思われます。はい、みんな見えますか？今から設備しますがね、今もう、皮膚通しましたが、痛くないですね。不痛。这是无论如何，你着热也好，凉也好，进针一定不痛。痛了的时候什么感觉都没有了。まあどちらかと言いますとね、斜方とか頬方とかね、切皮は全然全く一緒ですから。这个进去了以后。接皮してから次は新刊やゆら木を、探しますよね。木を探します。突起させますから。ありました。はい、この響いた後、これから親指は前の方に押します。あ、押しながらひねりますよ。連続何回へね、一応やると針の先のところでまとまれた感じ出てきますよ。今なんか感じ強くなるでしょ。はい、だからまあ、ちょっと触ってみたら分かりますよね。結局なんか下の方に突っ張っている感じします。上の方に何か引っ張って这是真假真紧。みんな感じてみてください。もうこれ実技ですから、みんなしてください。教えてもらうんだから。なんか突っ張ってる感じしますよね。もうこれ以上触るともう耐えられませんから。もうちょっと我慢できないじゃん、強すぎる。ああ、拉着なんかこの感じで引っ張りながら、軽く引き上げて、強く差し入れ、軽く引き上げ、強く差し入れ。まだなんか突っ張ってる感じしますがね。だ、今のところはね、手気と言います。往上传了。上の方に行っていますから、響きは。往上传导、身上发热。だから上の方にまあ、響かせると、体のところだんだん暖かくなりますよ。有这感觉吧？今そういう感じ出てきていますか。哎，这就行了。大家再摸一摸。はい、これはまだなんか突っ張られていますよ。感じ。さっき触ってないですね。这是真下沉浸，这是真下沉浸和气候该起针了，就是这一定要补足了，补法已经用上了。だからこういう感じがあるときは結局何回審議で繰り返して操作しているわけですから、今のところはねもう抜針してもよろしいですから。これ針抜き出した後、ちょっと指の方を、ね、押さえた方がいいですね。好了。
没有什么难受感觉吧、嗯、身上舒服。体が軽くなってきて、あるいは気持ちあったかいかな、有点熱い感じで、はい、それではね、あのメンバーをチェンジしますから、今の間にお互いでやるか、あのお互いでね、組になって、あの向こうの方で今のやり方を、今度はね、あの実際やるときはこういうふうにあの真似てやってみて、待ってくださいよ。今のがグリーンだでしたかね。今度青ですね。青の方こっちへ、青の方前の方までどうぞ入ってください。ずっと、あのここのテレビのラインだけちょっと、あのどうしてみようもと頭が上がりますので、あの、のけておいてください。 あと見てください。ほんで、簡単な手技、はい、次はモデルの方は誰か、あのやっていただきたいか、どうぞ。もうバーバー一人で、消毒と針は、あ、持っています。五国、次は一寸の針。这不是又换了？换了一组。他们听到了没有？没听到。没听到。重新再讲一遍。重新再讲一遍。是。先磨血。まずはね、ズボをね、正しく決めるわけですから。找到正确的。正しい部位やね、まず正確な感じやね、まず探して、まだ正しい部位やね、一応求めているわけですが、はい、この辺。と、ズボ一旦ね、こういうところ決めたらね、この左指絶対やね、離さないようにしてください。はい、次は切筆します。これ今皮膚通してますから。进针以后啊，再透气，就是把这感觉找到，叫隔气。だから今からね、突起させますからね。有了。まだそんなに強くないです。今強いです。手先要知道。だから指先感じるわけですよね、先生。手先要知道。得气以后，你看没有？这是五指向前。はい、これからね、親指前の方に押しながらひねりますから。捻了。ひねります。这就是五指向前捻捻，再往下捻。但是针没动。那針の深さは全然変わっていないですからね。奥まで、ね、差し入れてないですから。だから針先のところはね、なんかまた回れないような感じ出てきたら、今感じてないですね。だから感じはね、いわゆる逃れたです。ということはまだ再びはね、求めなきゃいけないですから。今我慢できます。没关系。没关系。是吧？有一点点。有了，嗨。这就是春夏春景了以后。嗨，今ちょっと下なんかもだるい感じで。重差。強く差し入れて軽く引き上げて。蜻蜓重差。強く差し入れて軽く。真呐，就拉着那个得气的那个组织。ということはね、針の先のところはね、この感じやね、この感じというのはね、針まとめるという感じ、こういう感じのところはね、引っ張っているよね、動いているわけです。まあ、これからね、出勤しますから。どこまで行ってますか？上の方まで行ってます。今手技と言いますがね。針尖不动了。まあ針先全然動いてないですが。でもこの感じはずっと残っています。かえってまだ強くなってきて。だから体もだんだん暖かくなる感じしますから。能行吗？大丈夫ですか？大丈夫。没关系。暖かくなってきてました。这身上发热了，目的达成。行了吧？はい、結構ですか？はい。十几的针呢？ただ五分ぐらい差し入れてますよ。ほとんど。三分深。三分か五分ぐらい。他岁数稍微大一点。
不要扎肉，就是。ちょっと年上ですけど、まあ、そんな年上じゃないよ、分からないですけど、だから3分ぐらいでいいですから、ちょっと年配にしたら浅くさせた方がいいですよ。だから必ず深ければ深いほど感じいいとは言えませんよ。浅いところも感じありますよ。汗かいたですか。あと5分あります。もう一人してもらってもいいですかね、このグループは。ちょっとあ、いいですよ、うん。啊，模特儿应该。解释好了，这个是搞一个就是量法的，好吧？搞个量法的，咱们这儿有实体锻炼。就搞一个这个量械法的就可以。可以啊。嗯，啊咯，流下好了。你不想说？啊，就是他们是流啊，湿血他们是。对对对。嗨嗨嗨！啊，可能是这，可能是这大家不是。那个，同志们再讲一遍啊，这个是这个手法，量械法也好，什么手法也好。月经期，身体特别弱。头顶的现在留下火是吗？站得好。下火。给他翻一下，翻一下。月经期来月经的时候，身体特别弱的，不能做。不能做头天凉的这个方法。ここでね、ちょっと当店ではね、やゆる緊急時期ありますから。ただ女性生理来てる場合が特に弱くなっている感じやね、そういう場合はね絶対しないようにしてください。